リネア・クイグリーは、アメリカ合衆国の絶叫クイーン B 級映画女優、映画プロデューサー。クイグリーは、アイオワ州ダベンポートにて、ダブル・ヒースとドロシーのクイグリー夫妻の娘として、生まれた。ダベンポートでの少女時代は、学校で様々ないじめを受け、明るいものではなかったという。1970年代に女優になりたいという夢を、叶えるためロサンゼルスに今日移した。彼女はすぐに、 インディペンデント映画界での地位を確立し、およそ100本の映画に出演した。1988年、悪霊たちの館、呪われたハロウィンパーティーの撮影現場で SFX 技師のスティーブ・ジョンソンに出会い、1990年1月17日に結婚したが、2年後に離婚している。最も知られている出演映画はバタリアンである。 その他にも、暴行都市、悪魔のサンタクロース斬殺の斧、核変異体クリーポゾイド、ザインプ、女切り裂き教団、チェーンソークイーン、悪霊たちの館、呪われた、ハロウィンパーティー、エルム街の悪夢をザドリームマスター最後の反撃など、多くのホラー映画に出演した。クイグリーは、B 級映画女優としてのキャリアを綴った、ザリネアクイグリービオアンド、チェーンソーブック、 I am screaming as first as I can my life in b movies という2冊の著書を出している。近年では2010年にストリッパーランドでダニエル・ボールドウィンと共演。2012年にはデビット・デコドー監督の1313 13クーガー・カルトで同じく伝説的絶叫クイーンであるブリンク・スティーブンス、ミシェル・バウアーと共演した。ありがとうございます。